ども、備えあれば憂いなしということでお話をさせていただきます。まずはじめに、はい、このパーセンテージは何だというふうに思われますか。今日の朝刊千葉日報に出てた数字でございます。はい、安全安心の満足度、災害に強い県づくりということで、県政世論調査の結果でございます。22.8% というのが災害に強い県ですかということに対しての不満度です。やや不満というのは 37.5% ですから、約 60% の方々が今の県の災害に強い県かということに対して、そうではないんじゃないかというふうに感じられているデータでございます。まあ、このように 60% の方が思われるということは、すなわち災害に大変関心の多い方がいらっしゃる、その結果がこの数字ではないかというふうに思っているところでございます。はい、そして、はい、この数字は今後の防災対策に関する要望事項ということで、データとして、調査結果でございます。黄色い部分、帰宅困難者の対策について考えてほしいという方が 25.3%、津波対策を重視してほしいという方が 18.2%、 それから防災啓発情報